でも持ってるやつの方がもっときついかもしれない。あ、そう、うん、なかなかいいんじゃないかな。まあ、すごい助かったっていうか、やっぱお金かかるじゃないですか、うん、やっぱね、あちこちで結構あげなきゃいけなくっても、彼のその地元の大分の方でも披露宴あげる予定で、まあ、やっぱコスト的にどうしてもちょっとあげる回数が多いから増えちゃうので、結構安くあげたいっていう気持ちが今回は強かったので、本当にタイミングよくこういうふうに安いプランがあって、もう心底助かった。はい、ありがとうございます。お神父様ですね、身長とお靴のサイズをお願いします。はいはい、あ、かしこまりました。僕らにとってはすごく記念になる日が多い年なので、多分そういう意味では平成31年は忘れられない年にもなるし、なんでカメラってさ、ね、今度撮影するときどれ使うの？撮影するときは、多分経済的効果とかを言われて、うん、でウェディングをうちを出していただく、うん、ウェディングがでもここってあれやね、やっぱ衣装の部屋あるからお客さんも案内しやすいね。世界中の報道局に流してそれをネットとかテレビに流れますし、昨年末からスタートしまして、この1月2月3月で、まあ、前年と比べて 10% ぐらいの多くのお客様にご来店いただきまして、で、まあ、お客様の方もその広告を見て、まあ、平成のうちにしたいというお客様、まあ、平成に生まれた方であるとか、まあ、平成にまあ出会ったカップルの方とか、まあ、平成にお子さんいらっしゃって結婚式をしてないお客様というのが、まあ、だったら平成中にしようかという形で、まあ、たくさんご来店いただいたかなと感じております。出てしまって、はい、令和がこういろいろところで出てるんですけど、はいはい、それまでもう平成最後のっていう、例えばその今の国民的な感情とすると、はいはい、その平成天皇はまだなってらっしゃいますけど、はいはいはい、今回はですね、生前退位ということで、もうお祝いムードになり、まあ、これによってですね、まあ改元になるとその、まあ、システム関連とかですね、印刷関連、まあ、こういったところにはまあ必ず特需が出るんですけども、プラス、今回はまあお祝いムードに伴うですね、いろんな関連の商品であったりとかサービス、まあ、こういったところのですね、まあ、売り上げが盛り上がると、さらには改元となりますとですね、過去の振り返ってもそうなんですけども、やはりその元号が変わるというタイミングで、変わる前あと両方ですけども、そのタイミングで、まあ結婚をしたいという人が増えたりとかですね。いいや、で後で入れ替えるんで、うん、これ最後の一枚かもしれない、いいですか？こちらのこのハンコ業界っていうのは、近年 IT 化が進んでだんだん、注文が少なくなっていく中で、非常にビジネスチャンスとしていい、こと出来事だったというふうに思っております。デコボコ作ってみたいな。じゃあ結構楽しいですね。あ、楽しいですねあ、だからハンコ屋さんってなんかすごく巨大な会社とかってないんですよ。まあそういう人たちも。これは A ライン。リボンにすると後ろのその糸のやつは目立たなくなったりするんですか？言うことがない。言うことがない。どっちの方がいい？